大型のみでやっていきます。インドラプトルとアロサウルスは中型なんですけど、まあ戦闘力高いんで入れました。花粉でちょっと声が低くなっとる。まあいいや。さてと、まずは源タルボか。タルボが歯の損傷、これは治る気が。捻挫か、タルボ。アクロカント。まあ、まだ治る怪我か。レクシー頑張れよ。先生入っていくな。このゲーム、攻撃力反映されてんのって感じするような、時々。ダメージだって。完全防御力優先やん。なあ。お、やばい。インドミアスか。当たるボタン押された。歯の損傷持ってたからか。カルカロとアロサウルスね。ああ、怪我してるな。怪我してんな。もっと深刻になる前に治療しておこう。ああ、さすがにちょっと厳しいか。アロサウルスも防御力が低いな。ちょっと話変わるんですけど、先週ね、コング、ゴジラ×コングか。新たなる帝国見に行ったんですけど、映画ね。4D で。めっちゃ面白かった。やばい、ちょっと待って。やばい、これ。インドミナスが。やばい、インドミナス。耐えたけど、これ、やばない、これ。やっぱ、怪我してるだけで一気にな、戦闘不利になるからな。ネタバレになるんであんま言わないですけど、まあ、ほぼ戦いやったな、なんか常になんか怪獣同士が戦うみたいな、なんか殴り合い多かったな、なんか頭空っぽにして見れる映画やったな、何も考えなくていいみたいな。そんなこと言ってたらティラノが死にかけとる。耐えたけど、カルカルドンと脳震とインドミナス、怪我治ってるんですよ。アロとティラノ耐えてるよな。耐えたな、一応。重度骨折なってる。あ、これ、行かれるか。アロサウルスが脱落。あれ、最初に消えたやつ誰やったっけ。まあ、いいや。うわ、インドミナスが。いやー、インドミナスが、ここで落ちるか。治らん、これ確か。重度骨折は確か治らんから、もうティラノも厳しいということで。最初に落ちたやつって誰やったっけ。あ、これティラノが、ああティラノ弱いよな、やっぱりマジで。優勝する気が起きへんっていうか、意外と捻挫入ってるって
厳しいな。あ、マジか。メガノトは。なんかアクロカントがこう倒してるくない？逃げるか。これも残りが4頭？マジ？で、彼からどんどん脳震盪入ってる。ドスピナとアインドラプトル。これはまあ、決着はつかんな。スピナって、こんなもんか。硬くね、インドラプトルやっぱ。強っ。これデフォルトよな。やんな。待って、インドラフトル強くね？こんな強かったっけ？と、これは？またアクロカントは行くんじゃん、これ。まずい、これ。あ、また行った。なんかアクロカントが毛がありなやつばっか攻めてるからめっちゃキル取ってる。これほぼ今アクロカントが一番スピノも0キルでドラプトルが1やんな、うん、ここでまあ毛が入りそうやな。行くよな、インドラプトル。で、硬い。やっぱ硬いわ、こいつ。結構削られるやろ。で、スピンの一撃で入れられるか。入って、ここで怪我が入るか。うわ、入っ、え、こっち入んの。まさかのインドラプトルに軽度骨折。まあまだ軽度やから治るけど、こいつが漁夫乗りすぎる。賢い、立ち回りがうまいな、これ。やっぱ一方的一撃入れるけど、耐えた。軽度骨折。そろそろスピノが仕掛けてくんねんな、これ。とりあえず骨折治って、ここからどんだけ回復させるかやんな、体力を。やばい、空腹入った。んー、これインドミナス、インドラプトルが厳しい。スピンの全開。ここからタイマンか、アクロカントとの。インドラプトル。まあスピノとの骨折が痛かったな。そろそろスピノが肉食わんとまずいな。インドラプトルの肉を食べるという。かわいいな、あの戦闘力ならスピノか。やっぱ攻撃一緒やけど防御がスピノが上。タイマンとなったらスピノか、やっぱ。ちょっとあんま変わらん。55 55。一応スピノが勝ったけど、これさ、お互い結構
空腹なるよなこれ。これどっちが勝つんこれ。体力一緒やぞ。怪我次第か飢え死ぬか。多分これ次で決まるよな。空腹入って、先に入ったのがアクロカント来た。でなこれアクロカントが61、84、空腹入ったスピナーも。68と40、52、列車入った。これ大手かスピナーの。28、50、やばい体力どんどん減っていく。それは面白くないでマジで。やめてやめてやめて、戦って終われって。おい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 、マジそれはもんないって。おいマジか。ということでスピノが優勝か。おめでとう。いいのか。いや最後決めてほしかったな。ちょっと上と列車のダブルパンチで体力がすごい勢いで減ってたな。今回も見てくれてありがとうございました。次は全部の恐竜でやってみようかな。バトルは久しぶりに。じゃあまた次の動画で会いましょう。